蘭越町では6月、地熱発電の掘削中に蒸気が噴き出し、周辺の水や大気中から硫化水素やヒ素が検出され、これまでに19人が体調不良を訴えています。掘削した三井石油開発は、蒸気を止めるため噴き出し口に水を注入する作業を今日午前から始めました。作業は10日開始の予定でしたが、霧の影響などで2日遅れての作業となりました。これまで蒸気に大きな変化はなく、三井石油開発は蒸気が収まり次第埋め戻し作業に移ることにしています。